にちは、やさし音楽チャンネルのゆうじです。今回は弾き語りとかやる際に歌のメロディーの合間に入れるといい感じになるこのフレーズ、ミニフレーズみたいなのをちょっとやりたいと思います。例えばこれ C で、キーが C で、入れると思うんですよね、皆さん、うん、ただコードやるだけじゃなくてちょっとこう歌の合間にとか入れると思うんですけど、これを一段、うん、ちょっとゴージャスにするというか、うん、もしくはこのバリエーションを一つ増やすっていう感覚で捉えてもいいと思います。で、今の例で言いますと、この今 C 弾いて F 弾いて G で今入れたんですけど、これさっきのですね、うん、これをどうするかというと、この中指も入れて弾きます。中指は4弦2フレットで、2弦はさっきと一緒の、うん、1フレットですね。そうするとこんな感じになります。ここの、こう単音だったのが、この副音でやってるんですね。これ6度でハモってるんですけど、これを入れてあげると、ちょっとなんとなく雰囲気がね、良くなるかなと思います。うん。まあ、これやんなくても雰囲気っていうか、このね、これもかっこいいんですけど、こうバリエーションの一つとしてね、こう6度のハモりのやつも覚えておくと、この幅が広がるというか、押さえ方はこんな感じになります。これハンマリングプリングでやらなくても、例えばっていう感じでもいいですし、うん、もちろんハンマリングプリングでやってもいいですし、うん、まあこれはこの皆さんのセンスによって入れ方はすごいいろいろできると思います。うん、で、これ今キーが C でやってるんですけど、うん、C じゃなくてもキーが G でも使えます。うん。うん、じゃあキー G でちょっと入れるとしたら、入れることができます。で、この4弦2フレットと2弦1フレットのこのコンビネーションは G コード以外でも使えるので、例えば C とかでやるとしたら、うん、こんな感じで入れたりすることができます。感じで、まあ、歌の合間じゃなくてもイントロとかでもいいですよね。例えばこういう、みたいな感じで。で、C でも使えますし、この Am のコードでも使うことができます。これも、このキーがC の時と、あ、A、C とか Am の時と、キーが G とかね、Em の時で、うん、使うことができます。この C コードとか、Am の時もね。そうすると、うん、いろんなところで入れることができると思います。うん。もちろん Em とかでも、
れることができます。うん、はい、今回はちょっと歌の合間に入れると、うん、いい感じになるフレーズ、ミニフレーズっていうんですかね、歌の合間に入れるとちょっといい感じになるよっていう弾き方を6度のハモリのねフレーズを紹介しました。よかったらね、この使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。